改修前の駅舎駅前再道所駅は、福岡県田川郡河原町大和座再導所にある、九州旅客鉄道北彦山線の駅である。駅番号は、自重。1915年4月1日に、小倉鉄道の駅として開業した。1943年5月1日に、小倉鉄道が、戦時買収され、鉄道省添田線の駅となった。その後の所属路線変更により、 北彦山線の駅となった。開業時に建設された駅舎は老朽化が著しいため解体が検討されたが、保存運動により2010年9月に JR 九州から河原町に無償状とされた。駅舎は有形文化財の指定を受け、河原町が総工費1000万円で2011年4月26日から7月22日にかけて改修工事を実施した。 同年10月23日、駅舎修復などを祝う記念碑の除幕式が行われた。さらに、元の駅長室や宿直室を改修し、河原町の移住、交流拠点、第2、待合室として、2017年5月1日から、使用されている。短式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては2面3線であったが、中線である2番線は廃止されている。無人駅で、 自動券売機が設置されている。開業以来の駅舎が地元の河原町の管理で改修を受けて使用され続けている。かつての駅長室、宿直室などが第二待合室と称して河原町の移住、交流拠点として使用されている。西道所集落の中心部に位置しており周辺は民家が多い。西道所は河原町北部の山間部にある大技で、 地名はこの駅の周辺で道を採掘していたことに由来するとされる。1956年までは西道所村という独立した自治体であった。駅の約400メートル東側を国道322号が北彦山線に並行する形で通っているほか、駅の南東にある近辺京北交差点は福岡県道64号神田西道所線の終点となっている。 九州旅客鉄道時北彦参線快速通過。普通呼ぶの駅西道所駅河原駅。ABCDE 荒木敏夫。西道所駅。今日開業100周年。第二近辺川橋梁ライトアップ JR。北彦参線。毎日新聞。ABCDEFGHIJKLMNOPQ。週刊 JR 全駅。全車両基地第07号。朝日新聞出版。 2012年9月23日、11、26。JR 斎藤所駅舎保存、河原町が、有形文化財に引く読売新聞級周発、2011年5月24日。JR 斎藤所駅舎王子の姿に、河原町の補修工事観光から、読売新聞級周発、2011年7月13日。ABCD、第2、待合室、移住、交流に、 再度書駅舎を回収、河原町が拠点活用オープニング記念式典で町長全国へ宣伝する場に福岡毎日新聞地区訪版。2017年5月31日へ閲覧ありがとうございます。